はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。今刀アバーシー、アバーシーの子供ですね、でプレイしております。戦績がご覧の通り、前回 WBC ターフに、2回目の挑戦をしまして、惜しくも2着。ただ、かなり、自力はつけてきている状況で、残り46周です。次は、ドバイ、シーマクラシック。こちらにチャレンジしたいと思います。まず、調教ですね。人参か。おっと？調子がちょっと落ちた。やった！ありがとうございます。大根。ちょっと状態が落ちてるぞ。状態を良くしていかないといけません。状態が上がらない。ちょっとやばいかな。あ、これダメですね。一旦放牧、レースに出さないでおきましょう。3周休ませます。あー、残念だ。実に残念。さあ、放牧から戻しましょう。状態はいいですね。ビクトリアマイルは距離が長い。デンパルも距離が長いしね。出すレースにちょっとことかく状態ですね。まあメンバーがちょっと落ちるから、これ出してみようかな。タケルタか。ちょっと距離持たせてくれないか。これは馬体重を挑戦、文句なしってことは、減らせられないですね。ただ、間がないのは、宝塚まで間がないのは気になるんですよね。一応一番人気。それからシルクジャスティスですね、相手になるのは。やっぱりオッズがちょっと上がってますよね、実績の割には。
バンチキュースか。さあ、天皇賞春です。さあ、白鳥が羽ばたくとき。伝統の天皇盾を継ぐのはどのまでスタートはどうなのか。7枠10番。悪くないスタートだ。逆に良すぎるスタートなのかも。さあ、どんよりとした京都競馬場、1コーナーを回っていきます。残り半分ですね。さあ、今バックストレッチです。残り900。さあ、3コーナーへ。さあ、距離はどうなのか。布袋さんのほうといいですね。さあ、いよいよ捕まえにかかう。一気にシルクジャスティスが供給してきた。さあ、ちょっとキレオンさんが違いすぎる。なんとか2着はキープ。ミジオブライトですね、オーストと強襲してきたのは。本当にあれですね、調整ミスが響いた感じですね。本来ならば、ドバイシ、シーマクラシックに出てたはずなんですが。はい、非常に残念な結果に、終わってしまいました。次宝塚になるかと思いますが、立て直しを図っていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。